こんにちは、金黒です。今回はオリンパス随行デジタル 12mmF2.0 ED シルバーの中古を購入してみた、そんなお話です。昨年末に中古のカメラ GH3 を購入していましたが、4ヶ月ぐらいまだ開けてないんですね。開けてなかった理由としては、広角レンズでズームのタイプは持っていましたが、単焦点の広角レンズ使ってこの GH3 と合わせて動画撮ってみたいなと思っていたんですが、ようやく広角レンズのタイプの、これもまた中古になりますが、広角レンズの中古レンズを購入しました。カメラやレンズは中古を購入することが多いんですが、動画の撮影にはこの GH3 を使おうと思ってます。現在 GH5 が最新なんで、もう2世代前のカメラです。そして静止画はこちらのオリンパスペン EP3、 こちらを使っていこうと思います。こちらも確かもう2世代前のペンのシリーズでは、私コンパクトで結構気に入って、静止画では使いやすいのでこちらを使っています。動画と静止画、この体勢でしばらく撮影してみようと思ってます。現在オリンパス EP3 に取り付けているこちらのレンズ、今回購入したものと同じオリンパスのプレミアムシリーズのレンズで、 45mmF1.8 を今 EP3 に取り付けています。このレンズも中古で購入しました。 45mmF1.8 のこのレンズは、ポートレートや物撮りするときは単焦点らしいシャープなカリカリの絵ながらも綺麗にボケてくれて、かなり気に入っているレンズです。このレンズの広角のレンズ、こちらの 12mm の F2.0、 こちらも楽しみです。今回購入した 12mm の F2.0 はネットで調べて、私の今現在住んでいる愛知県の豊橋市の隣の隣の岡崎市に店頭で置いてあったんで、そこまで買いに行って購入しました。55,980円で中古で購入したんですが、残念ながら元箱はついてませんでした。まあすぐ使うので、私レンズだと元箱をそんなに気にしていないのでいいかなというふうに思いました。55,980円税込みでしたが、私は LINE Pay カードを使って購入しましたので、1100円分ぐらいのポイントついたので、実際1100円分ぐらいお安いと思うと、さらに中古レンズがお安く買えたっていう印象でした。開封というほどではないですが、取り出してみますね。フロントのレンズキャップとリアレンズキャップはちゃんとついてました。 12mm の F2.0 ですが、初期ロットは日本製なんですが、途中から中国製に変わっています。初期ロットだとメイドインジャパンっていうふうに書いてあるんですが、こちらは特に書いていません。中国製ですね。まあ写りは変わらないと信じています。やっぱりこの金属レンズっていうのがなかなかいい感じのレンズです。マイクロフォーサスのいいところとしては、本当にレンズがコンパクトで、私の手の中に比べてみると本当に小さくて、すっぽり収まるぐらいの、そういう小さいレンズです。あとこのレンズ、中央のリングがぐるぐる回ってどこまでも回る感じですが、マニュアル撮影するときはこれをカチャンと下げると最小と最大、行き止まりができるような感じになります。オートフォーカスじゃなく、マニュアル撮影するときに距離を合わせるとき、最短の20センチから最大無限大、全部をきれいに写すとき、そういう距離感取るのにこのリング使います。オリンパス EP3 に 20mm の F2.0 取り付けてみました。先ほどの 45mm の F1.8 に比べて、やっぱりレンズとしては一回り大きい感じです。奥行き感もちょっと深さがありますね。それでもやっぱりマイクロフォーサスならではの、ペンと合わせるとかなりなコンパクトなカメラで、街でスナップ撮影するのに向いてそうですし、私は建築の仕事をしていますが、建築物をスナップ撮影するのにこのオリンパスペン EP3 とこの
12mm の F2.0、 この組み合わせ最強そうです。最後にこのレンズ 12mm で撮ったものと 45mm で撮ったもの、同じ距離感で撮影して違いを最後に見てもらってこの動画終わりにします。今回はオリンパスのレンズ M 随行デジタル 12mmF2.0 ED シルバーを中古で購入した、そんな内容の動画でした。 GH3 の組み合わせもまたやっていきたいなと思いますので、よかったらまた見てください。それでは。